ものすごい性格悪いばあさんだけど許してね。私は息子が二人いて、二人とも既婚。上の子が結婚するときにそのお嫁さんとお嫁さん家族に。冠婚葬祭以外では連絡してこないでくださいね。と強く強く釘を刺された。お嫁さんのお母様が嫁姑問題で相当苦労したらしい。はあそうですかって言ってしばらくして、実家に上の子宛てのハガキが来たときに、スマホに連絡したらなぜかお嫁さんが出て。何ですか？ってものすごい不機嫌そうに言われた。ハガキが来ててって話したら。ああそうですか。ってツッケンドンに言われてため息つかれながら言って切られた。これはどうなのって思ってハガキを取りに実家に来た上の子に夫と二人で話をしたら。嫁さんが決めたことだし。ってヘラヘラしてた。極めつけはそれから半年後。いきなり子供生まれたんでって連絡が来た。じゃあ落ち着いた頃にお祝いにって言ったら。は？遠慮してもらえます？お祝いは郵送でいいので。と言われた。ああもうこれダメだなってはっきり分かって、夫と話し合ってこの二人は切り捨てることにした。それから数年後、下の子の結婚が決まった。お嫁さんはよく笑う可愛い子で、お嫁さんご両親もこれからよろしくお願いしますとほがらかな方たちでほっとした。お嫁さんはちょくちょく連絡をくれて、季節の挨拶とかちょっとした旅行のお土産とかをくれる。趣味が合うからとランチにまで誘ってくれるようになった。ああいい子でよかったなぁと幸せをかみしめてた。しかしそこら辺で上の子のお嫁さんが下の子のお嫁さんにチクチク絡んでいることを知った。遠回しだけど、義実家の財産を狙うネズミみたいな嫌味を言われていたらしい。下の子のお嫁さんはバカな人ですよねって笑ってて、本当にその通りだって笑っちゃった。下の子の家庭にも子供ができて、妊娠中から生まれてすぐにも招待してくれたので孫への愛情もひとしおだった。ベビーカーとかお嫁さんの希望を聞いて送らせてもらった。その頃になると上の子が、下の子ばっかりひいきじゃない？みたいなことを言い出したのでこう言った。上の子が私たちにしたことを忘れたのか。冠婚葬祭以外関わりを持とうとするなと言ったのはそちらだ。葬式にも別に来なくていい。上の子は慌てて。孫が可愛くないのか。と言ったが、もう5歳になるのに2回しか会ってない孫が可愛いもんかと笑った。貯蓄はかなりあるので私たち夫婦は惜しみなく下の子一家に援助している。最近はいきなり上の子の嫁さんがご機嫌伺いの連絡をしてくるようになった。今年の正月はなんと結婚して初めて挨拶に来た。ほとんど空気みたいに扱って落としたままあげなかった。下の子一家とデパート行くので帰ってと言ったら泣きそうな顔をしていた。なんだかなぁ、親も姑も人間だって知らないのかな。いやもうそんな上の子と嫁は空気扱いで当たり前です。性格悪くないです。冠婚葬祭以外関わってくれるなと言われても、全く交流ない人との冠婚葬祭付き合うわけないですし。それで良いです。全くもって性格悪くないです。ご夫妻揃って下のお子さんご一家とずっと幸福に過ごされますことを祈ります。最後までご視聴ありがとうございました。皆様の感想よろしかったらコメント欄でお聞かせください。励みになりますのでチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。